ありがとうございます。私は三期目の参議院として当選することができました。自由民主党公認候補、公明党推薦候補として大事なこの千葉県の中のただ一つの女性国会議員の議席、何としても守らなければと訴えてきたところでございまして、その使命を果たすことができました。本当にありがたいです。そして私はこの選挙、私のためだけではなくて、続く世代、 女の子たちも女性たちもそれぞれの志、あるいは職業、しっかりと続きやすい社会を作るためにも、この自分自身が私が選んでいる参議院の道、続くことができるよう、続けることができるよう最善の努力しますと、そう訴えてまいりましたので、えー、まさに続く世代のためにも、さらに力強く政策推進してまいりたいと思っています。 私、本当にあの、たくさんの選挙のお構成する要素、えー、核も多く、えー、そして核も多くの先生方、支部長様方、ああ推薦団体のお皆様方にお世話になって戦うんだ。あこうやって選挙は一つ一つ丁寧に戦うんだ。もうそういうことを教えていただきながら、あー一生懸命私も、お 自分自身の努力はもとより感謝しながらこの18日間をはるかはるか超えてですね何ヶ月にもわたってお世話になってそして当選できたと思っております、えー、本当にこの力を合わせるそして組織を分けていただくありがたいことでありましてもう心から感謝しております公明党の竹内新知先生とも一緒にあの 運動させていただきまして、自公連立の安定性をですね、えー、私は個々の政策推進の力に転換して、現場の政策を一生懸命やってまいるという決意でございます。先ほどのインタビューでも申しましたけれども、私は駅と街角、街頭、たくさんやる中で、実感しましたのは、国際社会のあり方について、各も千葉県の市民の関心が高いと。 いうことと、ここは本当に真剣勝負で、えー、私が自分は専門家で、えー、この分野教授だったということはあるけれども、でも本当にさらに真剣に議論しなければ、その説得力がないかと思うほどの、おそういうあの市民のお関心の高さについて、私は励まされました。 ウクライナの平和について、えー、議論する中で一番そこに関心が集まったかしらと思いますそして私は一つ思いますのは、えー、安倍総理が亡くなられて、えー、様々なことを思い出します、えー、アメリカが10日間の喪に服するとすべての政府機関は半期10日間で、えー、これはどういうことを 意味すするかとと考えますとウクライナの戦争はこの時代どういう国も自主防衛だけで単独でその国を守ることはしきれないんだと同盟というのがどれほど貴重なもので大事なものであるかということをすべての国に教えていてで我が国はこの日米安保条約この安定性を基礎に一生懸命の努力を実効性と信頼性を持たせるために 我々はあその努力を払ってきたで、安倍晋三総理大臣は、まさに平和安保法制はじめ、特定秘密保護法をはじめ、難しい法律を次々とおこれを成立することを議会の側があやっていく、この努力をともにしてで、これをもって日米同盟の実効性と、 信頼性を確保する、不断の努力をやってきた、このことの大事さ、尊さ、改めてウクライナの戦争と平和の中で、えー、感じた次第でございます。私は今後、日米安保条約の実効性と信頼性をさらに高め、そして、えー、自分たちの努力としての自衛隊の強靭化、これをさらに推進し、えー、そして、 日本の平和、世界の安定、そして千葉の経済の発展、えこういうことに一生懸命努力してまいります。もうその決意を新たにいたしまして、で子供の世代に、先ほど申し上げましたとおり、最大の贈り物は平和であると、その平和のために働く初代少子化大臣としての、この自分の考え方を今後も大事にしながら、 有権者の負託を受けたこの考え方であるということを自信を持って一歩一歩また進んでまいりたいと思っております本当にありがたくこの当選の,この喜びを抱きながらまた明日から精進してまいりますのでどうぞよろしくご指導お願いいたしますありがとうございました